アレクセイ・セルゲイエビチ・メドベージェフは、ロシア・パブロフスキー・ポサド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1977年、モスクワ州のパブロフスキー・ポサドで生まれた。プロとしてのキャリアを始める前は PFC チェスカ・モスクワのアカデミーに在籍していた。1995年、ロシアセカンド・ディビジョンの西に所属していたスパルタク。 俺ほぼでキャリアをスタートさせた。1998年シーズン、クラブは中央に移り、そこで1位になったことから、ロシアファーストディビジョンへ昇格。メドベージェフは24得点を挙げ得点王に、輝いた。1999年、ロシアプレミアリーグへ昇格を果たしたサトゥルン、ラメンスコウへ移籍をした。4月3日、開幕戦の FC ロコモティフ22ノブゴロド戦の、 後半23分にセルゲイ・ナタルシュコとの交代でピッチに立ちトップリーグデビューをした。第2節の FC ジョルノモレツのボロシースク戦では後半43分にロシアプレミアで初の得点を挙げた。2000年 FC ディナモモスクワへ移籍。2002年には再びサトゥルンへ移籍をした。2005年 FC トムトムスクへレンタル移籍をした。2006年 クリリア・ソベトフ・サマーラへ2年契約で移籍をした。シビル時代のメドベージェフ2008年、ファーストディビジョンの FC シビルのボシビルスクへ移籍をし、2009年からは、キャプテンを務めた。リーグ戦では、校長を維持し最終的に18得点を、上げ得点王を獲得。ファーストディビジョンの最優秀 FW 及び、最優秀選手にも選出された。クラブは2位となり、 ロシアプレミアリーグ初昇格をした。2010年3月20日、第2節のフルスサツルン・ラメンスコへとの試合では、前半の45分に得点を決め、シビルノ・ボシビルスクの歴史的なゴールを記録した。2010年4月21日、ロシアカップ準決勝の FC、アラニアウラジカフカス戦では、ハットトリックを記録した。2010年7月29日、 シビル初の国際試合となった UEFA、ヨーロッパリーグのアポロンディマソウル戦では、後半29分に得点を決め、クラブに歴史を刻んだ。2010年8月、FC ルビン火山へ移籍金は100万ユーロの2年半契約で移籍をした。ルビン火山では主にサブとして試合に出場したが、プレイ機会が少ないことから移籍を希望し、 ルビン火山との契約を双方合意の下で解消。2011年12月29日、FC シビルのボシビルスクへ2年半の契約で移籍を、した。ありがとうございます。